ありがとうございます。夢舞台は大阪で、初めて生まれたよさこいチーム第1号で28年目を迎えました。夢舞台は貝塚の第5中学校の体育大会、これがスタートというふうに、なっているんですが、実は、第5中学校とその隣の錦小学校が、この3月で、閉校になりまして、新たに小中連携校として錦学園として、今前の錦小学校を中心に、編成されています。ですから第5中学校錦小学校の名前は、3月31日をもって、閉校ということになりました。でも夢舞台は、前の第5中学校の体育館を利用させていただきまして、今後もそこを利用させていただくことができるような、そういうふうに聞いておりますので、中身的には本当に変わりませんけれども、新たな夢舞台のスタートになるんではないかなというのを思っています。夢創生、とにかくこの曲は晴れに恵まれているんです。そういう意味で楽しみたいと思います。よろしくお願いします。Oh,
ありがとうございます。はい、ありがとうございました。夢舞台の皆さんでした。さあ続きまして鳴子園梵天の皆さんです。よろしくお願いします。